美濃温泉は大阪府美濃市温泉町にある温泉。美濃観光ホテル付属の美濃温泉スパーガーデンとして知られている。業態としてはヘルスセンターとしてホテルの営業開始3年前の1965年より営業している。展望エレベーターの下には土産物屋や飲食店が立ち並ぶ。坂倉純造建築研究所の西澤文隆による設計で 1968年に竣工した。日帰り温泉だけでなく、火曜賞や大衆演劇、ゲームセンターやボーリングなどもある温泉レジャー施設であり、大阪観光株式会社が運営していた。近年は周辺に天然温泉をボーリングにより得たスーパー銭湯の開業が相次ぎ、美濃温泉の客足は遠のいていった。そのため男子大浴場の広大な浴槽を狭くする。 工事などが行われたが、2008年7月25日の第2期ジュニューアルオープン後も、以前の賑わいが戻ることはなかった。そのため、2011年には温泉施設以外が閉鎖された。2012年10月31日、大阪観光は、大阪地方裁判所へ約36億円の負債を抱えて、民事再生法の適用を申請した。その後もホテルは、 営業を継続したが、スパーガーデンは閉鎖となった。2013年5月、再建のスポンサーに、大江戸温泉物語が付くことになり、名称も、大江戸温泉物語美濃観光ホテルとして、まずホテルが7月からリニューアルをオープンした。スパーガーデンも10月には、大江戸温泉物語美濃温泉スパーガーデンとして、江戸情緒の温泉テーマパークとして、営業を再開した。 その際に一旦中止していた大衆演劇を復活させた。その際に従来は男性大浴場だった地下2階の浴場を女性大浴場に女性大浴場だった地下1階の浴場を男性大浴場とした。美濃工作鉄道跡かつては阪急美濃駅から続く道と温泉を結ぶケーブルカーが付設されており利用者の便に供していたことがある。 美濃観光ホテルや美濃温泉スパーガーデンを運営する大阪観光の運営で美濃工作鉄道として1965年10月1日に開業した。距離が 0.1km と短く無料で利用できるものであったが地方鉄道法による正規の鉄道として運行されていた。このケーブルカーは温泉の宿泊者やスパーガーデン利用者のために設置されたものであるが、 このケーブルカーだけに無料で乗車することも可能だった。地方鉄道法による運賃無料の鉄道は他にも存在したが、旅館宿泊客専用のケーブルカーであったり、有料で入場する博覧会等の会場内にあるモノレール等ばかりで完全に無料で乗車できるものとしては唯一の鉄道だった。現存する運賃無料の鉄道はクラマ山工作鉄道だけであるが、 ここは入山料が必要な上に200円の寄付金を納めた人だけが無料で乗車できるシステムであるので完全に無料ではない。ダイヤが設定され案内看板にも記されていたが繁忙期はある程度乗客が集まったら随時発車させる不定期運行が行われていた。当ケブルカーは老朽化のため1993年4月3日限りで休止し展望エレベーターにとって代わられ、 同年7月30日に正式に廃止されている。なお、2006年現在でもケーブルカーの軌道は残存しており、山下駅側はホームも残存しているのを見ることができるが、三条駅は2006年にホテル付属のプールを建設したために確認できなくなった。駅一覧参加駅、三条駅郵送実績未納観光ホテル、未納温泉スパーガーデン、阪急未納泉未納駅下車、 徒歩5分の場所にある展望エレベーターに乗ってすぐ、北大阪急行地里中央駅、阪急地里線北千里駅、阪急京都線茨城市駅、JR 京都線茨城駅、梅田から無料送迎バスあり、AB、名門、美濃観光ホテル破綻。不採総額35億円前後。民事再生申請。産経ニュース。 http://sankei.jpmsn.com エコノミーニュース121101ビズ12兆1101億1755万 27N1HTM2012 年11月1日閲覧大阪観光等産速報東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp スラッシュニューススラッシュフラッシュスラッシュ1 <t ron> 2 2 9 0 1 5 1 8 8 h t m l 2017年9月18日閲覧全期無料豪華すぎる美ノ温泉スパーガーデン懐かしのゲームコーナーの狙いを聞く いろりを https コロンスラッシュスラッシュ iroryo.jp スラッシュ nagasawemaki スラッシュ2018-0203スラッシュ436982スラッシュ2018年2月6日閲覧大江戸温泉支援の未能観光ホテル今火災オープニエ サンケウエスト、http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ130502スラッシュ wst1305020004-n1 ドット html2017 年9月18日閲覧。abcde 民鉄要欄1979年。ありがとうございます。